たまり場とは、テレビ西日本で、2012年4月2日から2013年9月27日まで、放送されていた、情報番組である。2013年3月までのタイトルは、視聴者参加型情報ライブたまり場。視聴者が気軽に参加でき、常に、旬の情報が飛び交う福岡県民の、たまり場のような存在を目指す、視聴者参加型情報ライブ番組である。 放送時間は毎週月曜日く金曜15時50分16時53分。2013年3月までは14時58分16時であった。かなり自由な編成が行われる番組であり、改編を待たずにコーナーが追加、変更されることが多いのも特色である。2013年4月1日からは14時58分15時50分にハッピクルの ネット受けを開始するため、15時50分16時53分に枠移動を。さらにこの日のたまり場では、島田周平らが福岡のスタジオに生出演して、放送終了直後のハピクルのスタジオと中継でつないで挨拶を行った。なお、このリニューアルと同時に、タイトルから視聴者参加型情報ライブが抜け、単にたまり場となると同時に、 オレンジを基調としたセット及びタイトルロゴの大々的なリニューアルが施された。しかし番組開始1年半となる2013年9月27日をもって終了。後枠は2時間ドラマの再放送枠になったため、八ナビスーパーニュースから4年半続いた平日午後から夕方帯の情報番組シリーズは2015年3月30日開始の 桃地ハマスとは夕方晩まで途絶えることになる。その後は2013年10月26日から毎月1回ではあるが土曜夕方に後継番組として編集者がスタート。この番組には MC の出口とレギュラーの指原が MC に昇格して続投して出演している。山口と4位は TNC スーパーニュースとの兼任山口は2012年度。 スパニューでは、スポーツコーナー担当だったが、2013年度改編で、岸本隆博記者に代わりアンカー企業となった。このため2013年度は高村、出口が進行の中心となり、山口はニュース対応優先のシフトとなった。4位は2012年末まで中継リポーターとして出演していたが、下松さゆりの妊娠による降板で2013年頭からスパニューアンカーとなり、 当時は土曜ニュースファイルキューブも担当していたことから年度変わりまで一時的に番組を離れた。本番組のレギュラー出演者には番組の企画に登場し企画のリポーターとしても登場する出演者と主にコメンテーターとして出演する出演者がいる。前者をリポーター、後者をコメンテーターと表記する。上記以外には気になる。 テラコヤの講師がコメンテーターとして出演するほか、音故地震には、西日本新聞客員編集員の田代俊一郎が VTR 中に登場する。過去には事前に、テレビ西日本に申し込めば視聴者もスタジオに参加することができたが、現在は行われていない模様。番組企画で開発された、恋する小じまんご差し、P のプロデュースお天気コーナー。MC の高村が、 天気予報のほか、視聴者から寄せられた写真や福岡県内の天気や季節に関する話題を紹介する。ニュースコーナー。当初は番組冒頭に放送されていた。県民に身近な話題やゲストに関係ある話題を取り合う。MC は山口が務めていた。その後コーナーは番組終盤に移動し、報道スタジオからニュースを伝え、その後出演者とアナウンサーが、 お便りのテーマに沿って掛け合いを行い、そこから視聴者のお便り紹介に移るというスタイルとなった。MC は TNC スーパーニュース担当の下松さゆりが担当し、現在では MC 以外のテレニシアナウンス陣が交代で担当した。現在では特定の位置はなく、日によって位置は異なる。キャスターは TNC スーパーニュース担当の4位と山口が担当している。 2013年4月29日からテレビ長崎の同時間帯の番組であるゴパンとコラボレーションして対決企画をスタート。それ以後、月に一度のペースで行われている。同年5月21日からは、鹿児島テレビの U テレとも同じく対決をスタートさせた。また、コラボ側番組も、この中継中は CM 入り前ジングルが本番組側に揃えられる。 7月1日まではどっちが良かったかを決める対決方式だったが、7月8日からは各スポットの紹介と MC へのクイズに変更されている。長崎とは9月2日まで、鹿児島とは9月9日まで行われた。これまでの対決及び中継関連イベントとして、たまり場文化祭が行われた。このプロジェクトは、 西村雅彦プロデュースの下で60歳以上の男女40人が2ヶ月間稽古を行い、2013年3月31日に公演が行われた。西村は石川県でも北国新聞社と協力して同様の趣旨の石川マスターズ文化祭をプロデュースしており、今企画はその福岡版とも言える。文化祭の模様は2013年4月29日に 本番組で放送された。当初、公式キャラクターは存在しなかったが、サシ、P の企画で、サシ原リノのプロデュースのもとに、タマトが誕生した。タマトは、ピンク色の猫のような姿をしており、T と書かれたアクセサリーをつけている。タマトの出身地は、キャナルシティ博多で、タマリテーナーが口癖だという。好物は一軸。性別は不明。 たまり場水上大運動会の会場となった、西して園。ありがとうございます。